こから見ればいいんですかね。この奥いっぱい、はい、いっぱいあるんで、うん、ランプがある。見たければどうぞ。ランプやな、アルコールランプかなんか。あ、はい、今すごくいいのがありました。何でしょう。こちらのカレー皿です。カレー皿、はい、こういうのが欲しいんですか。はい、ですよ。でもこれバラ売り、ボンカレーとか入れるやつやん。バラ売りとちゃうよね。バラ売りでしょ、これ。分からん。それセットじゃないと思う。普通セットやろ。1枚ずつじゃないの。どうやって持って帰るの。1枚だけなら頑張って持って帰る。持って帰る、うん。ただこれがもうセットでしか売らんでって言われたら、骨董市のセオリーを言いましょうか。はい、とりあえず一周回ります。はい、カバンを探すんですよ、カバンを、はい、カバンですね、エンジンさん。はい、カバン、カバンありそうな。ちょっと違うな。カバンではなくてカバンやな。ちょっと違ったな。違いますな。じゃあほんなら一回りしましょう。ベスパに似合うカバンですよ、はい、ペンギンさん。はい、あのこれ確かタマコンは買わなくてよろしいんですか。いいです。こんにゃくは別の用途で使います。今日はもうカバンを探しに来たんで、はい、なかなかこうカバンらしい。それがその時のご縁やね。せやな。向こうの一角にちょっといいカバンがあったような気がするんやけど、ね、ブースが変わってたらちょっと、はい、まあ行ってみましょう、はい、って言ってももうその先までしかないけど、うん、茶が回りますって。ベスパに合うと思いますか。ベスパと関係なくあれは文福茶釜ですか、縁起物。どっちか言うたらこういうなんていうの、はい、あ、編み物っていうの、はい、遠で編んだような。カバンはございませんな、見えるところに。残念 ないです。あ、ここにもあるかな。もうええわ。ちなみにどんなカバンをお探しなんですか。もうほんまにこうアタッシュケースっぽい、あ、カチッとしたやつ、お医者さんが持ってるようなやつ。ああ、そうですね。それか学生カバンみたいな、はい、ちょっとヨレヨレの薄いやつ、うんうん、このフロントの足の下に置くような薄いやつとか、うんうん、で後ろのキャリーに積むような、うん、ちょっと大きめのカチッとしたカバンとか、はいはい、ここら辺ちょっとカバンらしいのが出てま、あ、出てきました。なんとか牛乳もいいですね。いいですね、うん、めっちゃええね。これはこの前なかったよ。あ、これはこれはいいね。でもちっちゃいな。でもお値段が8000円ですわ。これでこっちのお値段やったらな。あ、でもこの森永牛乳のこのカバンええな、うん、あんまりカバンがありませんな。そもそもないね、うん、この前も1個見つけたけど、うん、ちょっと違うかって、うん、あの藤屋の あれでもいいんですよ。かわいいな、うん、ああいう瓶の入れるやつ、物飛ぶわそんなん。どっちか言うたらああいうバスケット、ああ、あれくらいやったらまだ雰囲気あるかなって思うんやけどね。豚肉金箱はいかがですか。貯金箱とベスパと何が関係あるんですか。ベスパとは関係ありません、ね、ありませんか。あれですよ、まだまだ、はい、あの一周も回ってないので、はい、これはゆっくり行きます。ああ、いいですね。いい感じですね、はい、ベスパに何が関係あるんですか。スクール水着ですよ。ベスパに何が関係あるんですか。ベスパとは関係ございませんけれども、そんな視野の狭いことでは、視野の狭いことでは掘り出し物が見つけられませんね。ああ、なるほど、はい、ちゃんとこうまんべんなくね、あかんね。結局カバンには出会えませんでしたな。いやいやいや、まだまだ
もう向こうの一角行ってないんで。はい、じゃあ向かいましょう。はい、ここまっすぐ行けば。こけしはよろしいんですか。こけしは結構です広いんやな。広いです。昔はこんなんで済まへんかったよ、はいはい、この境内はね、うん、四方八方何キロって。いいな。何ですか、マドラ。フォークやな。ナシとか食べるやつ。せやで。多分こういうの今はもう売られてへんで。ちょっとね、うん、柄がね。せやで。昔のカルピスのあれみたいな。珍しいでしょ、クロンボの。クロンボです。今じゃ言ったらあかんこと、言ったらあかんこと。本当にあんだけ揃ってる、珍しいです、うん、はい、ほとんど出てこないですね。こけしとかは出るけどね、うん、そういう本狂いってのはなかなかね、うん、出てこない、うん、まあ、値段は全然勉強しますけど、うん、たっけ、うん、3000円や。3000円1本。いや、これセットで選んちゃう。ああ、そうなんや。こんな帽子、今暑いか。でもいやな、でも夏ハットとか来る。あのカバンいかがですか。あれ小さいです。あのカバンは小っちゃいです、はい、確かにああいうのはいいと思うんですけど、はい、このカバンいいよね。これでっか。うん、ベスパにはちょっと合わへんけど。せやな、いっぱい入るは入る。うん、ちゃんとファスナーついてるから、これがいいところですよ。大阪刑務所や。そうやで、前あれ写真撮ってたやろ。せやな、うん、今日はちょっとダメみたいね。せやな、違うものに気がいってしまって。これはいらないいいです、紙袋やん。せやで、あ、かやり豚もいい。どうせやったら、はい、カバンがなければ、はい、一輪挿しでもいいですよ。あ、これちっちゃいな。ちっちゃすぎますな。せやな、一輪挿しでもいい。なんでベスパに一輪挿しを入れてお花を生けて走る、なかなかこれいい感じ、知らんやろ、そういう文化があんねんで。昔の車って一輪挿しとかあってんの。記憶にございません。フォルクスワーゲンとか。記憶にございません。もう店じまいの良いかこれ。そやな、あ、もうすぐ4時や。 あっという間に4時や。カバンはないね。いやいや、思うようなのがなかなかないな。そうな、あとこの通り通ってないので、はいはい、まあ期待できないですけど、最後の最後残り服が買い物カゴみたいな、はい、お買い物カゴや、うん、何本。2000円2500円。うん、おまるかなんかの蓋。あ、おしっこするやつ。せやな、あれは何や、何やってるの。女性用のやつなの。言ったらああいう、あそこに置いてあるトラさんのカバンみたいなやつ、はあはあはあ、ああいうのでもいいんですよ、はい、あの今のカバンもそうやけど、つけよう思ったらやっぱりこう、うん、紐かなんかでぐるぐる巻きにしないといけないんで。それは知らない。それを見た目を良くするためにはこうね、うん、ベルトを自分で作らないと、はい、ということで収穫ゼロでしたね。そうやな、あ、まあ、ほとんど地方はそういうもんやで。毎回通って、はい、今度京都行こうかな。そうやな、京都の東寺っていうところも、うん、こういうふうな工房市っていうのやってるの、はい、同じく21日かな。ドイツはな、もうな、出たとこ勝負というかな、うん、最後の一角、
あくも行ってるんかな。ちょっと小さいけど、ほら良さそうなのあれ。どのくらいの大きさの探しと言うたら、大きさで言うたらこれぐらい、こんなでかいの探してるんか。だからこの大きさもね、ここまで大きくなくてもいいけど、形としてはあんな、パヤパヤしすぎとるわさ。ちっちゃいわ。これですか？ベスパに合いますね、これは。ちょっとずっしりですよ。うん、まあ、ガマ口です。残念ながら撤収しましょうか。たらよく出したら皮なんです、はい、もうボロボロの皮でいいんです。皮はやっぱり雨降った後とか、なかなか、いやもうそんでいいね、それでもいいね。いいの、うん、ペンギンさん YouTube デビューですね。まあこれをデビューにカウントしてええのかっていう、他に誰かおるんかって、うん、これデビューとちゃうんだよ。あの食器を入れてある木箱とかが良かったりするの。ああ、まあまあそれもありますな。落語である猫の小皿とちゃうよな。何ですか猫の小皿って。猫の小皿ってあるやん。知りませんね。あの題名を忘れたけれども、はあ、骨董品屋さんの前でな、うん、すごい骨董品の、お皿で猫が餌を食べとると、うん、でそれを見に来たっていうか目に留めた人が、うん、あ、このお皿の価値が分からなくて、うん、猫を見つかわしてるねみたいな感じ で、うん、で猫をくださいって言って、はいはい、猫を買うてくの、うん、で猫を買ったついでにその餌皿も一緒につけてくださいって言うと、うん、いやこの皿は売られませんねって、うんうん、いう話。どういうオチなんですか。なんでって聞いたら、うん、このお皿は高くて、うん、この今猫をくださいって言ったお金では、うん、とてもお売りすることはできひんと、うんうん、ただこうやってここで猫に餌を食べさせてると時々猫がこんぐらいの値段で売れるっていうそういうお話や。そやから実はあの木箱の方が価値があってやな、うんうん、中身を買って、そう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 、じゃあ木箱ごとくださいって言ったら、いやいや木箱はあかんねんって。なるかも分かりませんね、うん、なんで木箱は売ってくれへんのって言ったら、うん、この木箱に空き瓶入れとくとな、よく売れるんじゃ、空き瓶を1本1000円で買うてくやつがおるんじゃとか言う、うん、あ、いいのある、いいのある、最後最後、あ、ほんまや、これや、ほんまや、いっぱいある、いっぱいあるじゃん。このもあるで、トランクもあるで、ほんまや、これ10円、あ、これじゃない、え、入れ物、入れ物、入れ物に歌詞があんねん。そうか、そうやん、さ、落語や、落語、え、重たい、重たい、うん、中に入ってる、あ、ほんまや、ちょっと違うな。9800円ですか。じゃあ、まあまあな。ちょっとこの辺りは僕好きじゃないですよね。あ、そうですか。うん、もうこだわりが強いから、うん。ほんまにさっきの話のまんまですね。そうやで。売り物よりそれを入れてある容器の方が価値がある。